楽しかったな。めちゃくちゃご機嫌じゃん。同窓会そんなに楽しかったの？そりゃそうだろ。沙織は楽しくなかったのか？もちろん楽しかったけど、鼻で歌うほど機嫌がいいなんてよっぽどだったのかなって。高校卒業してから久しぶりに集まったし、それ以来見てない顔もあったからな。外見はさすがに変わってたけど、中身はそうでもなくて、なんか安心したよ。それはあるかも。だろ？委員長なんか全然変わってねえの。顔合わせるなり身だしなみのチェックされたよ。月見山さんはいつもだらしなかったからって。うわ、懐かしい。教室でよく注意されてたもんね。まさか卒業してからもチェックされるとは思わなかったな。で、合格はもらえたの？出る直前、ヒーローにもチェックされたからな。そりゃもうバッチリよ。少しはマシになったわね。って、太鼓判もらったよ。それ、ヒーローさんのおかげだから、ドヤ顔することじゃない気が。いいじゃん、細かいことは。委員長から見たら成長してんだから。中身は変わってないって話したけど、なぎさも礼に漏れずって感じじゃない？確かにそうだな。けど、そういう懐かしい話してると、それだけに来てなかった人が気になるね。まあそうだな。ギリギリで来れなくなったり、そもそも出血の返事がなかったり、忙しいのかな。わかりやすくがっかりするね。なぎさって来てなかった人たちとそんなに仲良しだったっけ？いや、別に特に深い付き合いはなかった。なだったらほとんど喋ったことない奴もいるよ。けど、そういう奴らでもさ、なんとなく会いたかったなって。募る話とかそういうのはよくって、ただ顔を見たかったっていうか。ほら、今日会えた奴だって次はいつ会えるのかわかんないだろ。まあ、時間が経てば経つほどそれぞれ抱える事情も多くなるだろうしね。仕事だったり、その時に付き合いのある人たちとの約束を優先したりとか。そうやってだんだんと会える顔が少なくなってくんだなって考えるとさ、なんか落ち込むっていうか、寂しくないか？そうだね、それはちょっと寂しいかも。あ、でもさ、ん？思わぬところで再会するってこともありえなくはないかも。ほら、私と渚みたいにさ。おう。だったらなんかいいよね。ってキャラじゃないか。私も同窓会でテンション上がってるのかな。沙織。何？お前は本当にいいやつだな。ちょ、どうしたの？急に肩とか組んで。沙織が隣にいるんだなって確かめてる。何それ、なんかロマンティストになった？そうかもな。そういうやつの近くにいるからちょっと似てきたんだろう。